すみません、すのません、すべて裁判の場で起訴状などによりますと、アパマンショップ、平岸駅前店の元店長、辻元隆弘被告は、おととし12月、消臭除菌スプレー70本以上を店内で噴射し、ガスを充満させた状態で湯沸かし器のスイッチを入れて爆発させ、44人に重軽傷を負わせた重火質、重過失激発物破裂などの罪に問われています。 爆発から1年半が経ち、今日札幌地裁で行われた辻元被告の初公判。元店長の男は、終始小さな声で、所々反省の色もにじませながら質問に答えていました。辻元被告はは。起訴内容を全面的に認めました。検察側は 辻元被告が多忙を理由にスプレーによる物件の除菌をせず在庫を250本抱えていたことを明かしそれを隠蔽・処分するために噴射したと指摘しガスが充満した中で違和感器のスイッチを入れたことに辻元被告ははしし裁判は即日決心し検察側は。 平穏な市街地を一瞬にして恐怖に陥れ死者が出なかったことが奇跡と言っていいような重大な危険を生じさせたとして禁錮3年6ヶ月を休刑しました一方、弁護側は企業責任でもあり落ち度は被告だけではないとした上で被告が一貫して罪を認め反省しているとして上場酌量を求めました判決は8月18日に言い渡されます